王の乱立は、HBO のファンタジードラマシリーズである、ゲームオブスローンズの第2章、王国の激突の第1話である。プロデューサーでもあるデイビッド・ベニオフと DB ・ワイスによって、原作、王狼たちの戦記に基づいて脚本が書かれ、アラン・テーラーが監督した。戦争が迫る中、七王国では、王が乱立し、対立する。少年王、ジョフリー・バラシオンは、 鉄の玉座に座って、残酷さと欺瞞によって支配し、その敵であり、名誉を尊重する、北部のロブ・スタークは、父親の死の復讐のために南に向かう。一方、亡くなった、ロバート王と仲違いしていた弟のスタニス。ロバート王の残した落と越への追求は続き、スターク家に囚われている愛人で、弟のジェイミーを救うため、大豪サーセイはアリアを探す。亡くなった、 ロバート王の年長の弟である、スタニス・バラシオンは、鉄の玉座の正当なる後継者であると宣言する。ドラゴンストーン島の宮廷から七王国の隅々まで手紙を送り、ジョフリー、トメン、ミアセラは、ロバートの血筋ではなく、サーセイ大号と双子の弟、ジェイミーの近親相関の所賛であると触れ回る。スタニスは、助言者のダボスシーワースの死者に耳を貸さず、 弟の連邦王を含む他の王位要求者との同盟を拒否する。スタニスは彼らを王位戦勝者とみなし、膝を屈しなければ滅ぼすと主張する。スタニスの名スターであるクレッセンは女祭誌メリサンドルの悪影響を嫌をしている。スタニスはメリサンドルが使える光の王と呼ばれる神の宗教に回収し、ウェスタロスの七神聖教の心臓を燃やすよう命じる。 命を捨てることを厭わず、クレッセンはカップに毒を入れて、まず自分が飲んでみせ、メリサンドルにも飲むよう求める。クレッセンは死ぬが、メリサンドルは無事に飲み干し、何の影響も受けない。北の王ロブスタークは捕虜としたジェーミー・ラニスターを訪ね、サーセーのこの父親がジェーミーであると書いた、スタニスからの手紙を見せるが、それこそが、 ブランの下半身麻痺とエダードの残首につながった秘密である。ロブはジェイミーにもう一人のホリオアルトナラニスターに講和条件を持たせてキングズ・ランディングに送るという。妹たちの解放、故郷で適切な埋葬をするためのエダードの遺体の返還、そして北部の独立の承認が条件である。ロブはすでにラニスター軍を三度も戦場で打ち破ったものの、独力では 戦争に勝てないことを知っている。シオン・グレイ・ジョイを鉄諸島の父ベーロン・グレイ・ジョイのもとに送り、鉄諸島の水軍の助けを求めることにしぶしぶ同意する。母キャトリンはウィンターンフェルの息子たちのもとに帰りたがるが、同盟の交渉をするため、レンリー・バラシオンの宮廷に送り出す。キャトリンはロブに向かい、ベーロン・グレイ・ジョイを信じるなと警告するが、父は ロブのことを誇りに思うだろうとも言う。兄の不在中、ブランは、ウィンターンフェルの領主の仕事を学ぶ。ダイヤウルフのサマーになり、神々の森の中を走る不思議な夢を見る。次の朝、おしに連れられて、神々の森に行き、おしは、夢のことを詮索しようとするが、ブランは答えない。二人は空に彗星を見る。ブランはこれを勝利の前兆と見るが、おしは、 ただ一つドラゴンだけを意味すると主張する。偵察隊は黒の城を出てクラスターの砦につく。クラスターが言うには野人の指導者のマンスレーダーは壁の南のどの軍よりも大きな軍を集めており、南に進むつもりである。ジョン・スノーはクラスターが娘たちを妻としていることを嫌悪するが、総帥のウモもモンとは指導者としての心得を得く。 デナーリス・ターガリエンは部族の残りを率いて赤い荒れ地を旅する。旅は過酷で、帰ったばかりのドラゴンは肉を食べようとせず、馬は疲労のあまり死んでゆく。デナーリスは三人の騎手を三つの方角の石膏に送り出す。ジョフリーの命名式を祝う戦いの場で、サンサは酔っ払いの騎士サードントスを殺す代わりに道家にすることを示唆して、その命を救う。 ティリオンが父の代理で王の手になるべくキングズランディングに戻り祝賀行事が中止される。サーセイは弟の王の手就任に激怒するが助言者の立場に留まると約束されたために受け入れる。アリア・スタークが逃げ出したことを知りエダード・スタークと合わせて大事な人質を二人も失ったとティリオンはサーセイを責める。ティリオンはサンサとアリアをジェイミーと交換するつもりであった。 ジョフリー王は、スタニスからの手紙について、サーセイ王と言った出す。直後に、ジャノス・スリント率いる王都のモーリットが、ロバート王のすべてのお年子を探し出して殺すが、誰が命令したのかは不明のままとなる。ロバート王のお年子であるジェンドリーはすでに王都を出ているが、元の親方は、ジェンドリーが壁に向かう一行の中にいると口を割る。 ラニスター家は知らないが、アリアもまた同じ一行にいる。原作、第2部、王、狼たちの戦記のプロローグに加え、第1、3、4、5、8、11、13、24章に基づいて、プロデューサーでもあるデイビッド・ベニオフと D.B. ワイスが、脚本を書いた。第2部の2つの章の内容は、すでにシーズン1で、カバーされていた。物語世界は拡張し続け、 登場人物は増え続け、多くのサブプロットが開始されるため、脚本家たちはシリーズに中身を詰め込みすぎることを心配した。そのため、スタニスの登場シーンは簡略化された。メリザンドルの外見は赤い瞳をやめることで、より人間的にされた。得体の知れない人格は、より邪悪な人格にされた。ローで、ログ・スタークとジェイミー・ラニスターが対決するシーン。 権力の源について、サーセイとリトルフィンガーが議論するシーン、玉座の間で、ジョフリーが母親に反抗するシーンが加えられた。シーズン1と異なり、シーズン2は次第に原作から離れていく。ストーリーラインは減らされ、新たなシーンが付け加えられていく。七神正教の心臓が燃やされた、ドラゴンストーンのシーンが撮影された北アイルランドの、 浜辺キングズランディングでのジョフリーの命名式のシーンが撮影されたクロアチアのドゥブロブニクの鳥でベルファスト近郊のスタジオと北アイルランドの風景は引き続き多くの撮影に用いられた。キングズランディングの野外の撮影はシーズン1ではマルタで行われたがシーズン2ではアドリア海の真珠と称されるクロアチアのドゥブロブニクが選ばれた。 中世の雰囲気をよく残し、高い壁に囲まれ海に面した街であり、キングズランディングの野外のシーンには適していた。シリーズ最高の385万人が視聴し、18から49歳の視聴率は2.0%に達した。同夜の再放送を含めると630万人が視聴した。サイトマン、ロバート、サンデーケーブルレーティングス、ゲームオブスローンズ。 リターンズ2シリーズハイクロエラマー、ザ・キリング、マットメン、アーミー・ワイブス、モア。TBY イザナンバーズ、2012年5月5日、閲覧。ありがとうございます。